はい、おはようございます。今日は世代交代前夜公演の日ですね。私は出ません。もう今日は昨日の朝から用事があれば、そうできるだけね開演間近に行きたかった。けどなんか間に合わんかった。普通に間に合わんかった。いや多分開演間近に行こうとしたらほんまに配信5時とかから始めないといかんかったかもしれない。それが多分あやみが遅刻しちゃうから。でもさ8時半ぐらいに着いたかな。8時半ぐらいに駅着いてからまあ9時ぐらいに入って、そっからもう8時間ぐらい遊んでた。もうずっと遊んでた。ヒロアカ目的やかいと。ヒロアカはね、なんかランダムやったからさ、トガちゃんは出えへんかったけど。じゃあそもそもトガちゃんの、これトガちゃんって出てるグッズがないから、それ悲しかったけど、まあランダムは買ったけど当たらんかった。噛まれてたのね。そう、あの恐竜のやつ可愛いでしょ。もう真っ先にさ入って真っ先に海広あかんとこ行っていいって言って行ってで並んで、その時は結構並んだったけど、まあ一回で入れる数が多いから広あかのやつだから結構早く進んで、でしかもちょうどいい真ん中の真ん中ぐらいに座れてんの。もうめっちゃ良かった。いやなんかもうかっこよすぎて泣きそうになって、もう初めてあやみが NNB のライブ見に行った時みたいな感覚やった。うん、なんかもうイケメンすぎるし可愛すぎるし、もうちゃこは可愛すぎるし声も可愛いし、もう他のキャラクターかっこよすぎて、もうマジもうここ間近に来るからさ、メガネかけててもうかっこよすぎてさ涙出た。えもうかっこいい、かわいいってなった。誰引いた、一個はデク、まあ、緑アイズク。カード私買ってないよ。カードねなんかなかった。からカードって誰やろ。ペン立てなんかキーホルダー、ランダムキーホルダーを買って、緑アイズクが出て、ペン立てを買ってエンデバーが出た。ひらわかな泣きさあね。だからねもうちょっとなんかまた見直しとかないといけん、6期ぐらいから。ちょ1週間前に出た。そうなんや。あゆみは昨日ちょうどね除外日じゃなかったので空いてたし行きました。西山がオールマイト、西山のオールマイト、オールマイトやばいよな。あゆみもなんかもうその棚すらなくなってたもん、オールマイトの。次あみちゃんの教えてますように。高いからな。でももうあれだね、頑張ってトレードするしかない。でもひよあかさ、そんなさガチな人がさ
学校にいい日のよな、あやみぐらい。そう見てはいるけど、そんなユニバー行くほどとかじゃないし、グッズ買うほどじゃない子の方が多い。棚が取れた。違う棚が、あの棚が違う、うん、そう違うものが、そうなんかさ、品切れの時ってさ、なんか売り切れてますみたいな棚が空いてるやんか。多分それがね、なさすぎて多分使われてたんやと思う、なんかに。お前かわいちーだ。 NNB、 そう NNB がヒロアカ部あるんですよ。でもエンデバー好きな人いる？いないと思う。え、だってかりんさんがこじりんさんでしょ。じゃあキーホルダーはあのさゆきちゃんが緑やゆずく好きやからいける。エンデバーがおらんのよなあんまり。まあでもはい、友達がちょっと忘れ物を取りに来た。昨日ユニバ行っとった子さ、さっきまでおとまい返しとってんけどな、その子が用事、朝から用事あるから早く帰っちゃって、早く帰っちゃって、で今忘れ物とあやみがあやみに返すものの忘れ物を取りに来てくれたです。私も知らないですとな、あゆみさん2度目3度目ドンパンになっちゃうからな。となんか用事あるみたい。明日でもよかったのに。まあ来てくれたからいないけど、やばいな、なんかやばい。一緒に祝い来て先輩、え、わかにゃんさん。でも今のこのヒロアカのコラボの時期やったら、てんちゃん、さゆきちゃん、あやみ、こじりんさん、れいさん、和田美優さんの6人で行きたい。うん、やんな、ヒロアカさん、うん、うん、オールマイトね、売り切れるほど。そうやで、やばない。やばいよな、高いのにな。え、かっちゃんとかじゃなかったんやって思った、売り切れんの。ヒロアカ部の皆様で行きたい。
ごちゃのゼリー、ああ食べてないね、あやみそういうの。あなんかもう食べ物系はやめました。あのね、かっちゃんのちゃちゃちゃデクのチュロス、ヒロアカのチュロスもめっちゃ並んでてびっくりしてんもん。もうやばい、わかにゃんさんのかな、5月までに3回には行くって。あみちゃんでももうすぐ年パス切れちゃうんですよね。はい、もう切れちゃうよ。だからまた行きそうな時は、アメを行く時は、今高いからね。大人もだって大人めっちゃ高いよ。しかもアメは小学ギリギリ小学生の時に買ったから年パス、子供料金の年パスやねんけど、小学生の時に買ったらその小学生用の年パスで中学校になっても行けんねんけど、もう中学校の時に買うから大人料金の年パスで買わないかんのよね。1年で何回ぐらい行く、1年で何回ぐらい、今年はまあいろいろあったから行かれへんかったけど、まあコンサートとかあって行かれへんかったけど、今年は3回行って、去年嘘、4回行ったわ。で去年は何回ぐらい行ったかな、忘れた。でも結構行ってるな。保育園の時とかもめっちゃ行ってた。今日はイクラブさんがいいね、ウェライブラシ。あ昨日はねえ、昨日は何やったかな、めっちゃなんかでもめっちゃ待ってた、日向坂さんかな、分からへんけど、めっちゃうちわとかあれ持ってる人いたよ、タオル。昨日もリラの T シャツ、リラの T シャツはトカちゃん以外が大丈夫だったのではい何回取れる、え何回行けば元取れる、3回かな、3回行けば元取れる。うん、あの子供の年パスが1万4千ぐらいして、で子供の入場料金5千ぐらいから3回行ったら元取れます。はい、だから3回、まあ4回来たっけ、4回行ったから普通に戻されましたし、1回得しました。私はユニバーでキビグループが日替わりでライブしてたかったよ。その1回でも NNB もユニハルのさあれになっ MC、 CM や MC じゃない CM してたよね。234日で、じゃあちょっとそろそろ終わろうかな。あみちゃんレーンの年パスやばい、でもないつ開かれるかわからんからさ、そういうイベントことは難しそう。ユニバーってもう毎回空いてるやん、除外日の日以外は入れるし。よし、では劇場公演のね、あ劇場公演のねパスタが良さそう。いきます、誕生日ます。13位ヨシさんありがとうございます。12位マスオさんありがとうございます。11位アルミカンさんありがとうございます。10位ヨモくんありがとうございます。9位ヨシさんありがとうございます。8位セイキさんありがとうございます。7位マサノさんありがとうございます。6位高本さんありがとうございます。
っごい、ハートにバーンってされてる顔文字の絵文字の方ありがとうございます。4位あやなちゃんありがとうございます。3位ロドリゲスさんありがとうございます。2位宝野さんありがとうございます。そして1位はたつにやさんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。またね、ありがとうございました。では明日は普通に学校なのでくしゃみ出そう。明日は学校なので1時から配信です。ちょい久々にジョイさん男女さんいます。ありがとうございます。ちょい久々に男女あ3発です。おめでとうございます。花粉症、多分花粉症だね、ごやばい。花粉もさ、昨日もやばかった。あとさ、昨日はさヒロアカのコラボやってたから、めっちゃヒロアカのさコスプレ、しかも結構ガチの方してる方多くてさ、トガちゃんもいたよ。アミたちがさ、なんかちょっと歩き疲れたなって思って、ちょっと奥のさ、なんか人少ないとこでさ座ってたんよ。そこにさ、めっちゃ NNP じゃないわ、平仮名コスプレしてる方がいてさ、あのトガちゃんもさ、ジロー京子もおったのコスプレしてる人たちおった。めっちゃ可愛く、めっちゃうまかった。しかも結構ガチの方の、なんかずっとさ立ってたよ、並ぶ時とか。だからそうそう、コスプレ屋さんやけど、多分ネットとかやってないけど、でも個人で趣味でやってるだけの方っぽかった。写真あげてね、あげます。まだいろいろあるので。なんか友達目線の写真とかもある。なんかあやみのカメラで勝手に撮られてたあやみが。終わりたいと思います。ちょっと準備もあるので、はい、ではありがとうございました。バイバイ。